平成18年豪雪、平成18年豪雪、平成18年豪雪とは2005年、平成17年12月から2006年、平成18年2月にかけて、日本で発生した豪雪である。06豪雪、18豪雪などとも呼ばれる。2006年、平成18年3月1日に、気象庁が平成18年豪雪と命名した。 気象庁による豪雪の命名は、昭和38年1月豪雪、38豪雪、以来二度目。気象庁の命名以前は特に名称がなく、単に豪雪、混沌の大雪といった名称で呼ばれていた。気象庁は、当初2005年、平成17年秋頃の観光気予報や三過月予報などにおいて、全国的に気温は、平年並みか、高いと予想しており、 断頭となる見込みであった。しかしその予想に反して2005年、平成17年12月上旬に早くも強い、寒気が流れ込んだのを皮切りにその後も次々と断続的に寒気が流れ込むようになり、急速に発達する低気圧の通過と重なって、日本各地に大雪、寒波、暴風をもたらした。結果的に2005年、平成17年12月から2006年、 平成18年1月上旬のほとんど毎日が冬型の気圧配置となり、この期間は1985年、昭和60年から1986年、昭和61年の61号雪以来の記録的な号雪と低温となった。気象庁は12月下旬に暖冬との予想を撤回し、結局この冬は南西諸島を除き寒冬となった。 ただその一方で2月中旬から一転して15日にはハエが吹き静岡市で24の記録的な高温を観測したり下旬は低気圧が日本の北を周期的に通過したた南から暖かい空気が流れ込んで気温の高い日が多く高温暖冬傾向となった3月に入ると13日に強い寒の戻りがあった以外は予感はほとんどなく おおむね北日本中心の高温、暖春傾向で桜の開花や満開は全国的に平年より早く厳冬の割には春の訪れは早かった。この豪雪の特徴としては強い冬型の気圧配置が続くことで雪雲が季節風により山地まで運ばれるため山間部や内陸部に大雪をもたらす山雪型の特徴が顕著に現れており北海道地方から 北陸地方、山陰地方の山間部では多くの地域で冬12月から2月の降雪量や最新積雪が平年を上回った。特に新潟県の山間部にある津南町では4メートルを超える最新積雪を記録したのを、地名北海道、東北地方、北陸地方、群馬県、岐阜県、長野県、中国地方などの山間部や内陸部を中心として 記録的な最新積雪となるところが多く12月の時点で歴代最新積雪の記録を塗り替えた地点を持った豪雪の記録は年間で一番積雪が増える1月後半から2月にかけて記録されることが多く12月中に記録を更新することは珍しい一方金沢市福井市鳥取市など日本海側沿岸部に位置する地域では最新積雪こそ 平年並みあるいは平年を上回るところが多かったものの冬期間の降雪量は平年並みあるいは平年を下回るところがかった。12月は日本海側山間部から内陸部、沿岸部の多くの地点で降雪量が平年を大きく上回ったものの1月中旬以降は冬型の気圧配置が長続きせず高温となる時期も多くなったこと。 2005から206年冬のシーズンは12月よりも2月の方が高温であったや冬型の気圧配置となっても山間部中心の降雪となったため日本海、川沿岸部では1月、2月の降雪量は平年を下回り、この地域では2月中旬以降は融雪も進み3月を迎える前に積雪がなくなる地点も多かった。山間部の地域でも1月中旬以降は 強い降雪のピークは超えたが、代わりに気温の変動などによる雪崩被害も増加した。また、新潟市や東北地方太平洋側の仙台市や福島市でも冬の降雪量や最新積雪は平年並み、あるいは平年を下回った。ただし、もともとこれらの都市は日本海からの発達した雪雲の影響を比較的受けにくい地域であり、北国と呼ばれる割に積雪は とても少ない。このほか12月は平年の寒気が南下してくる限界よりも南に寒気が流れ込んだため、九州地方、四国地方、中国地方、瀬戸内川、近畿地方、東海地方など平年は雪が少ない地域でも大雪となった。主要都市でも鹿児島市、高知市、広島市、名古屋市など広い範囲で記録的な大雪となった。また、 1>, 1月下旬には本州南岸を通過した低気圧の影響で関東地方でも大雪となった。原因については北極振動の発生により北極と日本付近との気圧の差が小さくなり北極付近の寒気が南下しやすくなったことが考えられている。この北極振動は2005年平成17年11月中旬頃から突如として バイカル湖及びシベリア付近に蓄積していた非常に強い寒気を放出したシベリア気団を参照。さらに偏西風が蛇行し、日本列島付近に寒気が流れ込みやすくなっていたことが寒気の供給に拍車をかける結果となり、この年の猛暑と暖秋で日本海の海水温が平年より2度近くも上昇したことが日海側に多量の雪をもたらす結果となった。 日本の豪雪と同時にヨーロッパ北部でも大雪が降ったが、そのヨーロッパ北部も日本と同様に北極との気圧の差が小さくなっていた。さらに北アメリカ大陸西部やユーラシア大陸、中部では逆に北極との気圧の差が大きくなり、気温が上昇し、降水量が少なくなった。しかしこれら一連の異常は2006年、平成18年1月半ばから弱まり、 北極との気圧の差が小さい地域が移動して、モスクワなど、ヨーロッパ北東部が、寒波に襲われたり、北アメリカ西部で大雪、大雨があるなどした。またこの冬は、上記の通り日本海の海水温が平年よりも2度近くも、上昇したほか、フィリピンの東海上の海水温が上がり、南米ペルー沖の海水温が例年より低くなる、ラニーニャ現象やバンツ海の海氷の量の減少、さらには、 メキシコ湾流の流軸の変動などが原因で、気圧配置が変化し、日本列島に寒気が流れ込みやすい状態になっていたことも一因として挙げられる。日本では1987年、昭和62年以降、特に1990年代はほとんど暖冬で2000年、平成12年以降も、東日本から西日本にかけて暖冬傾向だったこと。 地球温暖化により、暖冬の傾向が強くなるのでは、いかとの考えられていたことから、その傾向に反した、今回の減冬と大雪をメディアは大きく取り上げた。また、減冬と大雪により除雪用品や暖房器具の売り上げが伸び、日本の GDP を押し上げるとの算もあり一部に良い、面もあった。しかし多数の死傷者が出た上、大雪対策で財政が圧迫される、自治体が出るなどもした。 また、被害の大きさから38号説と比較されることが多かったが、現地の高齢者、38号説当時の方が若者がいたためまだ対処しやすかったと語っており、体力、足腰の衰えた高齢者が雪下ろしをしなければ、行けなくなった現状が犠牲者を拡大させたとも指摘され改め中山間地区での高齢化、過疎化の問題を露呈する結果となった。被害の状況として、 スリップや衝突などによる交通事故、落雪による事故のほか高齢者を中心に、全体の7割を占めた雪下ろし中の事故、転落、心臓発作などによる死者が目立った。流れによる死者は2人と他の豪雪と比較して少ない。新潟県32人、秋田県22人、北海道18人、福井県14人、山形県13人など全国で、 合計152人の死者が出た。負傷者は合計で2100人を超えた。広島県では一部損壊の住宅が1000件を超えたのをはじめ滋賀県、島根県、岐阜県、秋田県、京都府、新潟県などで建物への被害件数が多かった。以上消防庁のまとめによる。国土交通省のまとめによる、各地で多くのボランティア活動が行われていたが、その中でも、 週刊少年マガジン連載の、もう、しませんから。という漫画では作者自ら豪雪地帯へ出向き除雪を手伝う模様が漫画化されている。大記録除く。1995年以前に統計開始した地点。月の最新積雪の記録を更新した地点は2005年、平成17年12月に106地点。2006年、平成18年1月に54地点。 2月28日地点。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。